さあ今回はですね、予備校、まあ塾も入ると思うんですけど、予備校や塾でのですね、授業の受け方っていうですね、なんかそんなものをね、説明する必要があるのかという気もしなくはないんですけれども、まあ毎年ですね、まあ僕もね、今も現在もね、予備校で授業しているので思うんですけど、あれこいつ授業の受け方分かっちゃいねえなっていう子がね、何人かね、いるんですよね、毎年毎年ね。なので、まあ、せっかくなのでね、ここから塾や予備校に通う人も出てくるかなと思ったのでですね、正しい受け方についてですね、ご紹介をしておきたいと思います。で、まず大前提条件からお伝えをしておくと、塾や予備校に行くだけで成績は上がらないですからね、まあ、当たり前だけどね。ちゃんと僕らがね、指示する学習にちゃんと従ってもらう、そしてテキストの内容を何回も何回もですね、復習してもらうってことをしないと、当然だけれども、成績は伸びないです。いいですか？例えばですけどね、分かりやすい例で言うと、スポーツジムに入会したからって言ってマッチョにもならないし痩せもしないわけですよ。スポーツジムに入会してちゃんとね、こうトレーナーの言う通りトレーニングをね、毎日毎日積んでいて、初めてね、こう痩せたりマッチョになったりとかするわけじゃないですか。それと全く同じ感覚なので、行くだけで伸びるとか、授業を受けるだけで成績伸びるとか、そういう勘違いを起こさないでくださいね。いいですか？そんなもんありえないですから。いい？なので、まず大前提として、塾予備校に行くっていうのは、あくまでもね、こう皆さんの触媒となるような、きっかけとなるものに過ぎなくって、そこから先ちゃんと努力をしなければいけないというのは、ちゃんと知っといてください。いいですか？で、その上で、まず多くの予備校っていうのは、予習をしていくことを大前提でですね、授業が組まれています。まあ、大体予備校の授業というのは90分とか、120分とか、短いところで50分とかなわけですけれども、授業の中でですね、演習させる時間って結構もったいないわけですよ。皆さんも嫌じゃない、ね、せっかくさ90分の授業時間があってさ、そのうち解く時間が30分で解説が60分って、もったいなくないですか？授業料払ってるのに、ね、90分もし時間があったら90分講義の方がいいじゃないですか。なので基本的にはですね、予備校の授業というのは予習が前提で組まれてます。演習系の授業は別だけどね、多くの講座っていうのは予習が大前提で進んでいきますから、予習はですね、がっつりきっちり頑張ってやってください。いい？これに関しては単純に、ね、問題を解いて解けなかったじゃなくって、しっかりと教科書で、ね、公式とか定理調べるとかさ、英語だったら知らない単語が出てきたら辞書で調べるぐらいのことはですね、やらなければいけないと思うんですよ。それぐらいの予習をしていかないと、やっぱりね、予備校の講義って授業の進度が早かったりとかもしますから、きっちりと、ね、予習をしてこないとなかなか、ね、ついてこれないんじゃないのかなと思います。だからここはね、かなり、重要度は高いかなと思います。いいですかね。復習ももちろん大事になってくるんですけれども、とにかくね、この予習っていうのに重きを置いてください。いいですか？で、次にですね、ノートなんですけれども、ノートは分けなさい。何と分けるのかっていうと、もう未だにいるから、全科目一冊のノートで済ませる人とかさ、いるわけですよ。あと学校のノートと塾のノート同じにするとかね、いう人もいるのね。あれはね、あんまね、良くないと思います。ノートって結局後から見直すためにあるものだから、目的別に分けてた方が絶対に効率いいわけですよ。だからノートは分けた方がいいです。あとね、テキストには書き込まないでほしいなと思います。テキストには原則です。書き込まない、原則ね。これ特に数学は書き込んでもいいんだけど、書き込むと後から復習しづらくないですか？自分が解いた後とか目に入るの嫌じゃない？で、100歩譲ってテキストに解くまではいいよ、書き込むまではいいよ、予習だからね、合ってるか間違ってるか分かんないからね。解説もテキストに書き込む人いるんですよ。僕も高校3年生で初めて予備校通った時やってたんですけれども、あれもね、めちゃくちゃ効率悪い。それこそね、答えここにある状態だと自分で復習する時にね、非常にしづらいと思いますから、テキストはね、なるべく綺麗なままで取っといた方がいいと思います。いいですか？その方がね、後から復習しやすくなりますからね。でこの辺が、当たり前の話なんですけれども、意外とできていないので、ぜひね、ちょっと意識してほしいかなと思います。でもう一個がですね、座席。これいつも思うんだけどね、予備校って基本的に予備校や塾で座席ってあんまり指定されることないじゃないですか。塾とかだと結構ね、座席指定されることあるんですけれども、予備校って多分原則ね、指定席じゃないと思うんですよ。自分で好きなとこ座れるところが多いと思うのね。前に座った方がいいですよ。コロナの感染がとか気になる人もいるのかもしれないけれども、これね、某国立大学が、もう大学名知ってますけれども、某国立大学が研究を取った結果ですけれども、こう教室があって、こう黒板があった時に、こう前のゾーン、真ん中のゾーン、後ろのゾーンで、確かね、単位のね、取得率だったかな、かなんかを調べたデータがあるんですけれども、やっぱもう皆さんの想像通りですよ。こっちの方、前に行けば行くほど有利なわけですよ。有利というか、やっぱりね、前に行けば行くほど集中するし、僕ら講師も、やっぱ後ろの人までちゃんと見てはいるんだけれども、やっぱりね、前の人たちの方の反応の方が目に入りやすいわけですよ。だから結構ね、この子たちに合わせて授業のペースって作りがちなのね。
そうなりすぎないように、もちろん後ろの方にもね、あの気を配ってはいるんですけれども、やっぱりさ、一つの教室で80人とか100人とかいたりするケースもあったりとかすると、なかなかね、後ろの方の反応っていうのが目に入りづらかったりとかするわけさ。で、そうするとやっぱりね、前に座ってくれた方が、その人にとっての反応、その人の反応をね、拾いやすいので、前の方がより、あの、自分に有利になるのかなと思いますよ。で、あの、そもそも論の話をしておくと、後ろに座るメリットなくね？って僕は思ってるのね。あの、こういうふうに言ってる僕もですね、実は、まあ、勉強サボってた時代、高校2年生ぐらいまではですね、後ろに座るのが常だったわけですけど、高3以降、大人になってからも全部そうですけれども、僕全部、どんな場面でも必ず、こういう集まりがあって何かを聞くときには必ず前の方に座ります。セミナーがあったりとか、講演会があったりとか、それこそ免許の講習とかね、免許の更新で講習とかあるんですけど、必ず僕一番前に座るんですよ。なんでかっていうと、どうせ受けなきゃいけないじゃない。で、自分の意思で来てるわけじゃないですか。だったら一番効率がよく一番見えるところで見たいじゃないですか。ね、だってディズニーのエレクトリカルパレードだったら一番前でみんな見たがるわけでしょ。それと同じなわけですよ。せっかくあのその時間をもうどうせこの90分の間は授業受けなきゃいけないって決まってるんだったならば、一つでも多くのね、情報を分かりやすくね、聞きたいわけなので、絶対前に座った方が得なんですよ。こんなものは。分かりきてる。同じお金払ってるのに、なんでアリーナ席じゃなくて、立ち見の席の方に行くんだって話なわけですよ。なので、あの絶対ね、前の方にね、座席は座った方が、僕はいいと思っていますよ。はい。まあね、こう当てられるのが嫌だっていう人もいるかもしれないけど、別によくない、当てられたところで。ね、そこの場で間違えたとしてもさ、入試問題で正解だったらいいわけじゃないですか。だからそういうなんか変な、なんか恥じらいとか変なプライドみたいなので、座席を考える人ってたまにいるの、たまにって結構いるので、もったいないと思いますよ。なるべく前の方にね、座った方がいいかなと思います。で、あと。これはね、特に浪人生に伝えておきたいですね。まあ、浪人生の生活でもお伝えしますけど、つるまない。いちいちね、もうなんかこう集団じゃなきゃ行動できないような人たちって予備校塾って結構いるんですよ。飯食う時も一緒、休憩する時も一緒みたいなね、自習する時も一緒でみたいな。いやもう受験の高、もう大学高校まで全部一緒になるわけじゃないじゃないですか。ね、ずっとその人と一緒にいなきゃいけないなんていう道理はないわけですよ。むしろ自分一人で自分のペースで勉強したり、自分のペースで休憩取る方が絶対に効率いいはずなので、無駄につるまない方がいいと思います。これは別にね、友達をないがしろにしろとかそういうふうなこと言ってるわけじゃないですよ。目的を履き違えちゃダメだよってことね。変なね、傷の舐め合いでつるんでる人たちでいるから、とか予備校行くと。だからそういうね、こう変な例を、参考にしてほしくないかなと思います。はい。まあこんなところですかね、お伝えをしておきたいところ。だからまあ予備校の受け方っていうよりなんか予備校に行く時の注意事項みたいなものもちょっと入っちゃってますけれども、やっぱりね、毎年毎年見ていて気になる部分ですし、そもそも何のために行ってるのかっていうと、自分の成績を上げるため、まあもっと言うならその先にある合格をするためっていうところが、手段としてね、塾とか予備校を利用してるわけじゃないですか。その効果を最大限にね、ちょっと利用していってほしいかなと思います。で、こっから先はですね、ちょっと塾や予備校の系統によって、系統というかね、こう性質によって変わる部分だと思うんですけれども、もしこれを聞いてイラッとした先生がいたらごめんなさい。ただ僕はこう思ってます。もう講師は徹底的に利用しなさい。せっかくいるんだから、利用した方がいいと思いますよ。僕のところにもね、まあ、授業終わったとか前後とかにね、質問いっぱい来ますけれども、やっぱりね、だってただじゃないですか。質問、基本的にはですよ。ただなので、集団授業とかでもね、授業料はもちろんかかってますけど、その前後のね、先生が空いてる時間を、どう使うのかっていうのはね、もう皆さんにかかってるわけなので、せっかく、質問できるチャンスがあるんだから、どんどん質問した方がいいと思います。ただ、やっぱりね、こういう質問は嫌です。質問の仕方っていう動画を前撮ってるような気がするんですけれども、先生、この問題わかんないですみたいな感じで持ってくんのは嫌。そういうのじゃなくて、自分はこう考えたんですけど、ここが分かりませんとか、解説聞いたんだけど、この式変形がなんでこうなるか分かりませんみたいに、より具体的にね、絞って持ってきてくれるとありがたいんですよ。だから多分、英語の先生とかもそう思ってらっしゃると思うんだよね。先生、この英文の訳し方が分かりませんじゃなくて、自分はこういうふうに思ってこう訳したけれども、正解が分かんないですみたいな感じで持ってきるべきだと思うんですよ。最低限単語とかを調べてね。なので、そういった最低限のね、準備さえしていけば、もうどんどんね、講師は利用した方がいいと思います。で、まあ、我々ですね、こう予備校講師とか、塾講師っていうのはですね、人に教えるのが好きで楽しくてやってる人が大半なので、大半もう 90% じゃそうなので、なので、
ちゃんとね勉強してる人に対してはもっともっとねいろんなことを教えてあげようっていう風になってる生き物ですから、どん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 ね利用した方がいいと思いますよ。ただそう思ってない先生がひょっとしたらいるかもしれないのでね、そういった先生に出会ってしまったら、別の先生探せばいいわけなのでね、どん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 ねせっかく使えるものは利用していった方がいいと思いますよ。だからさ、僕なんかは OK って言ってるんですけれども、例えばこう僕が授業で担当していない、僕が例えば高3スタンダード数学みたいなものがあったとしてね、それ以外の先生、この問題集のこの解説が分かんないですとか持ってきたって、僕は全然 OK なんですよ。多分大概の先生は OK なので、ごめんな、分かんないです。僕は OK です。僕は OK です。僕は OK なんですけれども、こういったね使い方をしていくのは絶対にお得だと思うので、ぜひね利用してみてください。余計なこと言うなこの野郎っていう先生がいらっしゃったらすいませんでした。僕はそう思ってるだけなので、ちょっと個人の見解ですっていう風にこの辺にねテロップちょっと入れようかなと思いますので、はい、なので、せっかくね塾予備校を利用するんだから効率よく使いなさいよってことが言いたいだけなのでね、最大限にね、使っていってほしいかなと思います。であと最後、これも言いたかったのごめんなさい、ちょっと話が前後したんですけれども、ね、せっかく授業受けるんだったらそのテキストは完璧にして、そのテキストを、ね、2週3週4週回して本当に完璧だっていう状態になったら入試では相当戦えるから、それぐらいですね、我々、塾予備校でね教材を作ってる人たちのこだわりを持って作ってますので、しっかりとね教材を信じて何週も何週もね回していってほしいかななんていうふうに思います。はい、これはちょっとねこれをまた僕の個人的な見解ではありますけれども、頑張ってですね塾予備校をうまく利用してですね皆さんの成績向上合格につなげていってほしいかなと思います。